掃除頑張ってましたって言ったら先生も褒めてくれたし、ウィンウィン。要領のいい子ね。あんな演技しといて。そんなに泣く？藤沢行き？え、何この電車？湘南藤沢ってまさか。スミちゃん、まさか。この子、海に。思いっきりが良すぎる。ここからはお友達。パーハー。なあ、まさか水着に。いかんいかん、また脳が狼モードに。かける悩みって言ったらこういう感じ？にしても会話がねえ。先行どうぞ。あ、そうきたか。あ、ん？で、帰り階段。なんでエレベーター使わないの？危な！割れる割れる！え、まさか。やっぱ嘘。ないない、やっぱり励ましすぎるのはよくない。そうは言っても千鶴さんはレンタル彼女だし、あくまでお客さんの和也に励まされても的外れっていうか他の違いっていうか。園長、この後デートしません？嘘です。うん、あ、選べよどれでも。なんか無理してない？え、何のこと？でもまあプレゼントはもらっとけって事務所の意向だから。さすが勘がいいな。パンツ見えちゃうってほどじゃないし。へえ。お金もらっちゃってるしね。